会社欲しいな。この辺わかんないとこあったら、そこは適当に合わせておくさ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
よかったじゃん。いらっしゃいませ。おい。欲しいなぁ。おぉ、そこは適当に合わせといてさ。
これを。ちょっとそこの前。殴らせてもらう。うわっ。信じられねえ強さだ。どこ行こうか。ちょっとね。よろしく。金ならあるわ。おお。何なのよ。ちょっと下がろ。財布置いて消えろ。何なんだ。遊んでいきませんか。お客さん、今日期待の新人入ったんですよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
たまた。よっと。そこは適当に合わせといてさ。それでよくね。ちょっとちょっと。どこ行こうか。あのバカ誰だ。しようぜ。よろしく。言えないだろ。あのバカ誰。金ならある。いらっしゃいませ。またまた熱いんじゃないですか。
おっと危ねえだろ。いらっしゃいませ。
つを。おい、そこのお前。とりあえずてめえ殴るわ。目障りだ。おお、おお、ちょっと寄ってきませんか。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ございました。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。なあとも、酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話だが。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだそれ。知ってんだったら他に何が聞きたいの。
そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくるのか。ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか。ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか。多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上会の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。何？
Yes. Ah!
おい。Yeah!
い。Ha ha ha.